王様と私は、1956年のアメリカ合衆国のミュージカル映画。20世紀フォックスが制作、ウォルター・ラングが監督、チャールズ・ブラケットとダリル・ F ・ザナックがプロデュースし、デボラ・カーとユル・ブリンナーが主演した。マーガレット・ランドンが1944年に発表した小説、アンナとシャムオをもとに、1951年に初演された、ロジャース&ハマースタインのミュージカル、王様と私を原作とし、アーネスト・レーマンが脚本を担当した。この小説は1860年代初頭、シャムのラーマ4世の子供たちの教師となったアナ、リオノーンズの回顧録をもとにしている。リオノーンズの物語は自伝的ではあるが、様々な部分で議論の余地がある。この映画は商業的、批評的に成功し、第29回アカデミー賞において9部門にノミネートされ、ブリンナーの主演男優賞を含む5部門で受賞した。また同じミュージカルを原作とし、1999年にアニメ映画、王様と私が公開された。夫を亡くした頑固な教師アンナが、息子ルイスを伴って、シャムの王様の多くの子供たちの家庭教師として、ウェールズからシャムの首都バンコクに到着する。二人は王様の側近で、威圧感のあるクララホーム首相を紹介される。クララホム首相は二人が住むこととなる王宮に迎えるために来たのだと説明するが、王宮の外に住みたいというアンナの契約を脅かすものであった。アンナはウェールズに戻ろうかと考えたが、ルイスとクララホム首相と共にしぶしぶ下船する。王宮においてアンナは王様との面会を申し出て、クララホム首相役に王室への入室を許可される。喜んだ王様はアンナの意見を無視して、チャン王妃、そしてビルマから来た上品なタップティムを含む複数の妻たちにアンナを紹介する。また王様は生徒となる子供15名も紹介するが、他に長男で後継者のチュランロンコーン王子を含む子供67名がいると語る。アンナは滞在及び教育に同意し、封建的な対応室に近代の風を取り込もうとやる気になる。その夜、遅く、チャン王妃を含む妻たちが、アンナの荷物の整理を手伝っていると、アンナの亡くなった夫、トムの古い写真が出てきて、妻たちは、タップティムに対し、シャムに自分を連れてきた、ルンタと恋仲であることをあざける。アンナは、自分の住む場所を諦められずに、子供たちに家の利点を教え、王様は不機嫌になり、文化が違うと主張も違うことに頭を悩ませる。アンナは、教えることで互いを知り、子供たちとの関係を築いていく。しかし、雪を見たことがない子供たちは、雪の存在を信じず混乱に陥る。王様が騒がしい教室に入ってくると、タップティムがアンクルトムの小屋の本を持っていることに気づき、奴隷について周りを巻き込み、アンナと議論が白熱する。その夜、アンナは王様の自室に呼ばれる。王様は聖書を読んだが世界は6日間でできたのではなく何百年もかかってできたのだと語る。王様はアンナの説明を聞き入れず、アメリカの南北戦争の支援のためにオスの像を送ると、エイブラハム・リンカーン大統領に手紙を書いてほしいと頼む。さらに王様は自分に対して頭が高い者は誰もいないとして、シャムの伝統に即した床への直接の座り方を強要した。アンナは、オスの像だけ送られても長持ちしないと言おうとするが、伝統としきたりを重んじる頑明な王様と対立し、手紙を書き終えるようにと退出させられる。部屋を出るとルンタとすれ違うが、タプティムと密会しようとしていることを知る。ルンタは密会の手引きをアンナに頼み、アンナは最初断るが暴徒のことを思い出し結局受け入れる。ルンタとタプティムは闇に隠れて密会し、ルンタが次にシャムに来た時に共に逃げる約束をする。翌日、王様はイギリス帝国の拡大の知らせに頭を悩ませ、アンナが子供たちに繰り返しホームスイートホームを歌わせるのを聞いて教室に駆け込む。アンナは子供たちが止めるのも聞かずにシャムを離れると強気に脅す。王様はアンナは使用人であり、契約不履行としてただ出て行けと語る。その夜遅くに、チャン王妃がアンナの元を訪れ、王様はイギリスに野蛮な統治者と思われ、保護国にされてしまうという噂を不安に思っているのだと語る。アンナはショックを受けるが、口論の後のため王様と話をすることをためらう。チャン王妃は王様にはアンナの説得が必要であると納得させる。アンナは王様も和解できるか心配していること、そしてイギリスからバンコクの評価のため公使が来ることを知る。アンナはジョン兵隊使及び元恋人、エドワード・ラムゼー卿が公使として来ることを知り、ヨーロッパの食事と音楽でヨーロッパ様式でもてなすことを提案する。その後1週間以内に公使が来ると知らせが入る。王様はアンナの支援のお礼に家を送ると約束する。公使が到着した夜、ラムゼー卿はアンナと昔話に花を咲かせ、アンナはイギリス社会に思いを馳せる。ラムゼー卿とアンナがダンスをしているところに王様が割り込み、イライラしながらダンスは夕食の後だと語る。王様は持ち前の知性で客に好印象を与え、シャムの伝統的バレエによるタップティム版、アンクル、トムの小屋の上演となる。しかし王様とクララホム首相は奴隷問題を扱い、奴隷所有者の王が川で溺死する物語に関心しない。兵隊使が作者のタップティムと話をしようとすると、タプティムはルンタと逃げるために退出した後であった。客が退出すると、王様はアンナの功績をたたえ指輪をプレゼントする。王様はタプティムを気に入らないとし、行方不明であると語る。王様は自分が他の女性ばかり見ているのが、タプティムは気に入らなかったのかと語るが、アンナははぐらかす。王様は男性には複数の妻を持つ資格があり、女性は忠実でなければならないと主張する。アンナは男性は一人の女性を愛するものだと語り、ポルカを教える前の最初のダンスを思い出していると、クララホーム首相が駆け込み、タプティムを捕まえたと知らせる。アンナの懇願にもかかわらず王様は不敬罪により、タプティムを鞭打ちの刑に処する準備をする。アンナは王様は心のない野蛮人であり、行動を注視する必要があると罵る。クララホーム首相はアンナのせいで王様は落胆しているとし、王様はもう以前の王様にはなれないと語る。タプティムはルンタの遺体が川で見つかったと知り涙を流す。アンナは王様に指輪を返し、ガバネスを辞し、次の便でシャムを離れる決意をする。ある日アンナはルイスと共にシャムを離れる準備をしていると、チャン王妃が王様が死の淵にいると語る。アンナに罵られて以降、王様は食欲もなく夜も眠れず誰とも会いたがらない。チャン王妃は王様からの未完の手紙を渡すと、そこには文化の違いから厳しい態度を取ることもあったが、アンナへの深い感謝と敬意が記されていた。手紙を読んだアンナはイギリスへ出航する前に泣きながら、王様のベッドの脇にやってくる。王様はアンナに再度指輪を与え、アンナはいつも正しいことを言ってくれたとし、アンナとルイスに、ここに泊まってほしいと語る。チュランロンコーン王子に王様の地位を譲り、奴隷制度及び平服の廃止を交付する。すべてから解き放たれ満足した王様はアンナとクララホム首相が見守る中静かに息を引き取る。2016年10月5日発売の王様と私制作60周年記念版には東京12チャンネル版とテレビ東京版の吹き替えを収録。舞台版、王様と私は、ガートルード・ローレンスのために制作され、映画版にも出演する契約であった。しかしローレンスは、ブロードウェイ公演に出演中に癌を患い、上演期間中に亡くなった。歌手で女優のダイナ・ショアが映画版、アンナ役の候補となった。ソプラノの歌声で定評のあるモーリー・オハラが、舞台版のオリジナルキャストとなっていたが、リチャード・ロジャースが賛成しなかった。王様役のユル・ブリンナーはデボラ・カーを推薦し、マーニ・ニクソンがカーの歌唱吹き替えを行うことになった。レコーディングスタジオにおいて、カーとニクソンは語りと歌を合わせるために隣同士にいた。翌年、映画、めぐりあいでもニクソンがカーの歌唱吹き替えを行った。ドナルド・ボーグル著のドロシー・ダンドリッチの伝記によると、20世紀フォックスと映画3本に出演する契約していたダンドリッジにタプティム役のオファーがあったが、主演でないため映画、カルメンの監督で当時恋人であった夫をプレミンジャーに交番の口利きを頼んだ。アフリカ系アメリカ人であるダンドリッジは、奴隷役を演じたくなかったのではないかとの憶測が飛んだ。フォックスと契約していたリタ・モレノは、テスト撮影のために呼ばれたが、プロデューサーらがモレノを気に入りタプティム役に配役した。後にモレノは、インタビューにおいて、フランス・ニュイエンもタプティム役候補となっており、モレノはニュイエンが配役されるものと思っていた。しかしニュイエンは、フォックスと契約していなかったため配役されなかった。ブロードウェイでの舞台版に引き続き、テリー・サンダースがチャン・オーヒ役に配役された。パトリック・アディアートが、チュランロン公王王子役、マーティン・ベンソンが、クララ・ホーム首相役、ダンサーのユリコが、イライザ役に配役され、ゲムゼ・ドラッペも舞台版と同じ役で出演した。アラン・モーブレイが新設されたジョン・ヘイ大使役に、ジェフリー・トゥーンが舞台版では大使であった、エドワード・ラムゼー卿役に配役された。撮影は、レオン・シャムロイ、アートディレクターは、ジョン・デクワ及び、ライル・アル・ウィーラー、衣装デザインは、アイリーン・シャラフが担当した。舞台版でも振り付けを担当したジェローム・ロビンズが、振り付けを映画用に発展させた。舞台版から、シャル、アイテル・ユー・ホワット、アイ・シンク・オブ・ユー、アイ・ハブ・ドリームド、マイ・ロード・アンド・マスターの3曲が映画のサウンドトラック用にレコーディングされたが、結局映画には登場しなかった。舞台版で使用されたウエスタンピープルファニーはバックグラウンドミュージックとしてのみ残った。王様の歌の前半はセリフに置き換えられ、最初の歌詞はカットされた。ただしサウンドトラックアルバムではカットされた部分も残されている。2006年公開50周年記念版ではカットされた曲も収録されると発表されていたが、結局、シャル、I Tell Youの音楽のみが収録されただけであった。サムシング・ワンダフル、リプライズの裏コーラスが映画版のフィナーレに追加された。舞台版のフィナーレでは歌のないオーケストラで演奏される。他の舞台版でのリプライズは映画版には登場しない。4ヶ月前に公開された映画回転木馬とともに当時最新式であった 55.625mm フィルムを使用したシネマスコープ55方式を活用した2作品の一つとなっている。映画のほとんどをシネマスコープ55方式で撮影したと宣伝していたが、通常の 35mm シネマスコープ方式でのみ公開され、当初6チャンネルのステレオとされていたが4チャンネルで公開された。王様と私以降シネマスコープ55は使用されることはなかった。1961年、フォックスのグレンジャー70という 70mm 方式で再公開された。ようやくこの時6チャンネルのステレオで公開された。1966年、シネマスコープで再公開されたが、1967年にテレビに売却された。批評。興行収入の双方において大成功を収めた。ただし、複数の批評家が舞台版からセリフを変更し、音楽をカットしたことを批判した。王様のモデルは、タイ仏教の改革と、列強諸国との外交に努めたタイ国王、ラーマ4世とされる。王がイギリスからアンナ・レオノー・ウェンズを家庭教師に招き入れ、西洋の教育を指定に行った。アンナは、この体験をもとにして、1870年にザ・イングリッシュがバナス・アット・ザ・サイアミーズ・コートを、1873年にはサイアミーズ・ハーレム・ライフを表した。両書をもとに、マーガレット・ランドンが小説、アンナ&ザ・キング・オブ・シャムを創作。これがミュージカルや映画の原作となった。アンナの著書には創作と誇張が多い。タイには不敬罪が存在するため、上映が禁じられている。フィクションでは、夫を亡くしたイギリス在住の婦人が教育係として雇われて、初めて東洋に足を踏み入れることになっているが、実際のレオノー・ウェンズはインド生まれで、生涯の大半をインド、東南アジアで暮らしており、東洋の文化には慣れていた。また、教育係ではなく、単なる英語教師を募集していたのを見て応募したものであり、ラーマ4世との関係もそれほど深いものではなかったと言われる。王太子が即位後、奴隷制を廃止するのは、レオノ・オーエンズの教育の影響のように描かれるが、単なる時代の流れへの対応と見られている。なお、レオノ・オーエンズの息子ルイは、その後タイに定住し実業家となっており、王族の娘と結婚している。彼の名を冠した会社は現在でも存在する。アカデミー賞において9部門にノミネートされ5部門で受賞した。受賞ノミネートゴールデングローブ賞において4部門にノミネートされ2部門で受賞した。受賞ノミネートアメリカンフィルムインスティチュートによる以下のランキングに認定された。1951年、セント・ジェームズ劇場で初演。この初演は3年間で1246公演のロングランを記録した。1952年のトニー賞では作品賞、主演女優賞など5部門を受賞。初演より王様役を務めたユル・ブリンナーは1985年に他界するまで4625回の主演公演を務めた。1996年の再演では、ルー・ダイアモンド・フィリップスとドナ・マーフィーで主演を務めた。2015年版では、渡辺謙の王様役、ケリー・オハラのアンナ役での上演。渡辺は、第69回、トニー賞のミュージカル部門の主演男優賞に、日本人として初めてノミネートされた。第69回、トニー賞では、ミュージカルリバイバル作品賞。ケリー・オハラがミュージカル主演女優賞、ルーシー・アン・マイルズがミュージカル助演女優賞、ミュージカル衣装デザイン賞を受賞したが、渡辺は受賞は逃した。第58回グラミー賞では、最優秀劇場ミュージカルアルバムにノミネートされたが、受賞は逃した。2016年3月1日から4月17日まで、渡辺が再び出演予定だったが、渡辺が胃がんによる手術と療養のため延期となった3月17日から正式に再主演を開始した。1965年に日本初演。初演から王様役を務めた松本幸四郎は1991年にイギリスロンドンウエストエンドのサドラーズウェルズ劇場の公演も出演し、スーザン・ハンプシャーと共演した。2012年の再演からは映画演劇文化協会が運営するハローミュージカルプロジェクトとして全国各地で上演。2011年の公演決定発表時は、騎乗慶がアンナ役を務める予定だったが、病気療養により降板し、紫吹淳が代役となった。本作をほぼ忠実にアニメ化した。ありがとうございます。